道玄坂 TV で、モニター画面なんでちょっとね、あれですけど。今日はですね、先日テレビでやっていた、ガリガリ君、これソーダしかなかったからソーダ君買ってきたんですけども、こちらの方を、炭酸水を少し入れて、なんかこう、溶かすとうめんだぞいっていうことね。で、両手を使うんで今日は、よいしょ。珍しく三脚なんかを使ってみました。はい。あ、いけない。ソーダ忘れた、ソーダ。ソーダは、レモンソーダ。なんかレモン味でどうなるのかなっていうのはちょっとわからなかったんですけど、早速やっていきましょうかね。いや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 、今日さっき外に出たら、今日3日なんですけど、3日、あ、4日、なんかそんくらいなんですけど、なんかね、ちょっとコップでかすぎたかな。なんかね、まあ3分の1ぐらいまでソーダ水入れて、んで、これを取って、よいしょ。折って、んで、こう、なんかこう、わしゃわしゃやるんだと。で、シャーベット状になるじゃない？で、これがなんか、すげえうめえってテレビで言ってたのさ。だ、そういうのを見たらちょっとこう真似したくなるじゃないよ。まあこんな感じになりましたわな。ちょっとシュワシュワしてますよ。うん。おお。おお。これは確かにうまいの。くー、鼻くるー、うめえ。あ、これはうまいわ、確かに。うん、ガリガリ君を炭酸のコップ、ん？コップに炭酸を入れて、で、その中でザクザクこう崩したやつ、確かにうまいっす。これは確かにね、テレビの時になんか1日3分ぐらい軽くいきますなんて言ってたんだけど、これは確かにいくわ。うん、だってほら、俺こんなに言ってるもんね。うん、もう8月になりましたけどね、まだ暑い時が続いてますんで、皆さんぜひぜひ、暑さ対策のためにも、なんかこう、こういうのをね、こう、キュッと食って、なんか体温下げたりとかするといいんじゃない？で、最近なんか、このまたテレビからの受け売りなんだけど、汗をかけない人が増えてるらしいじゃん。エアコンとかで、なんか、発汗してくれる、こう、涙腺がなんか、塞がってる人が多いみたいで。だけども、半身浴とかを1週間2週間続けて汗をわざとかくようにすると、またちゃんと復活するらしいから、その辺もみんな汗ちゃんと上手にかけるようになってほしいなと思います。ではでは、ガリガリ君ソーダ、これ美味しかったです。道玄坂 TV!